ました。いや、古谷静香です。今日行ったんじゃない、古谷静香。今日行ってたよね。これ今日行ける気がするな。もう分かったかな、みんな。今日は毎週恒例になってしまいました、シュークリーム味クッキーガチャをやっていこうと思います。もう出ようよ。なんか今まではもうほんと今日こそ今日こそみたいな感じだったんだけど、なんだろう、出る気がせんっていう感じ。今もうもはや、でもこんくらいの方がもしかして出るんじゃない、あ、こういうのが多分良くないから、どうせ今日も出んやろみたいな感じで行くね。 OK、 ダミア、今日もこの時間がやってまいりました。早速ガチャ回していきましょうかね。1個目いきますね。はい、1回目は静かに終わりましたね。10連なんという静けさ。これは嵐の前の静けさなんでしょうか。そうだと願いたいばかりでございます。じゃあ行こうか、やっぱ行っとこうか。ウィンガーディアムレビモンスター、これでウィンガーディアムレビュー要素でいけるかもしれないか。うん、20連も静かに終わりました。これ海賊版じゃないよね。で、え、これ出る、もう何度も確認したんだけれども、これ私なんか違法なやつじゃないよね、これ。じゃあ行きましょう、30連目。ジェリースエクストリームです。んんんシャララン、シャララン、結構終わった。え、30連終わっちゃったよ。じゃあ次40連、ジェリースエクストリーム。毎週やらせるつもり？次だ、50連いくよ。ジェリースエクストリーム。シャラーンじゃないよ。ジェリースまたまた諦めません。古谷静香、諦めない女。まあでも強くなったよ。何にも起きなくても、なんか別に何にも思わなくなってきた。強くなってきた。この静けさも慣れてきちゃった。ああ私直すからさ、私の嫌いなとこ行っていいよ。直すから、何でもするから。10回もあるじゃん。ちょっと見てなくても大丈夫で、ここがどうなんの、もっとこのさ、炎がメラメラメラフワ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 ーってなんの、なんかうわー、途中回だよー。テレッシュアイテムいっぱい出たね。アイテムいっぱい出たじゃん。あとあちら行け。ラッキーセブン行ってみよう。ゼリースエクストリーム。セブンセブン、古谷さんセブンイレブン超使ってるからね。セブンの神がさ、セブンの神がついてるからね、多分。もうここで出なかったら私はセブンイレブン行きません。あ、なんでアイテムいっぱい
いきます。ジェリウスエクストリームス。起きて起きて、時間だよ。ほらほら、おいおいおい、起きて、おいおい、あいフリアさん来てるよ。フリアさんやってるよ。フリア、美味しそうなアイテムがたくさん。心を強く持とう。ジェリース、エクストリームス。違う。ブッバッバ。あ、2個だ。あと2個。あと2個。以上、あと2個。あと2個。もう一個ゲットできそうや。もう一個先生。やっと出た。やっと出た。よしや。もうこの時を待ってたよ。じゃあ、レモさん待ってたんだよ。レモさん、ごめんね。こんなやつが声出してごめんな。髪の毛結んでるの見て。あー、やっと出会えた。やっと出会えたよ。はい、というわけでなんと今日シュークリームマジクッキーちゃんが出てくれたので早速見ていきたいと思います。いや、ちょっと見てよ、もういるんだけどさ。このお家は課金してゲットしました。ずっとあったの。ずっとこのお家だけあったの。これシュークリームちゃんしかこんなか入れないからずっと空き家だったの。みんなで協力すれば見えない。何だってできます。見えないね。こちょこちょ、あ、入ってくれた。あ、かわいい。魔法の練習してるのかな。本読んで。かわいい。あ、出てきた。ニコニコしてる。はい、これ以上失敗しませんように。一緒に祈ってください。祈るよ。一緒に祈るよ。ゼリウスエクストリーム。一緒に魔法使いの町にも遊びに行きましょう。かわいい。ねえ、かわいすぎるこの。ちなみに、古谷の古墳でございます。すごくない？こっち飛ばしてみようか。あ、ごめんごめんごめん。あ、あれ、登れちゃった。あれ、登れちゃった。あ、戻っちゃった。古谷の古墳に飛ばしたら戻ってしまう。戻っちゃった。嫌だった。マイクッキーでちょっとチェックしてみようかね。あー、やっとここが埋まった。あと、だって石もあと2個だからね、強くなれる。ダークムーン魔法はとても危険です。この世には本当にたくさんの魔法が存在します。あー、嬉しい。というわけで今日ゲットすることができました。いやー、やっと来てくれた。もうなんだこれ、本当にね、終わらないかと思った。私のところに来てくれてありがとう。今日の動画さすがにフリアさん、おめでとうっていう気持ちだと思うので、いいね、コメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。